私は毎月2、3回旅行している鼻炎のアラサーです。日本全国を旅行中、チャンネル登録お願いします。こんにちは、鼻炎です。今回は2泊3日で伊豆半島を時計回りにぐるっと回ります。霧の中リフトで山に登ったり、ご当地回転寿司でお寿司を堪能したり、落ちたら即終了の崖っぷちを歩いてみたり、朝から晩まで伊豆を満喫します。ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは日本全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではどうぞご覧ください。あと12分か。ついに伊東に到着。伊東温泉湯の花通り、なんか思ったより都会っていうか、なんかすごい栄えてる。初めて来たけど、こんなに栄えてるとは思わなかった。今回もレンタカーを使って観光します。そしてタイムズカーシェアを使います。とりあえずレンタカーを入手しました。駅の近くに道の駅があるんで、ちょっと寄ってみようと思います。なんか足湯とかもあるみたいですね。こっから3分ぐらいか。雨予報だったけど晴れてきちゃいましたね。メガドンキ、こんなところにメガドンキなんだ。目的地は右側にあります。道の駅伊東マリンタウンに到着。やばい、めっちゃ晴れてきた。暑い。これ何、スマホスタンドか。朝霧牛乳というところでミルクコーヒーを買いました。で、今はまだ朝の9時過ぎで、飲食店とかは11時からだから、ここはまだやってないので、まあコーヒー牛乳飲んで次の場所に向かいます。うまい、後味がいい。これやっぱコーヒー牛乳うまいわ。で、この売店とかのエリアの隣のエリアが温泉と足湯があるんです。10時から4時までで、タオルが100円で販売中。あったまりーな、すごい長い。この足湯43メートルもあるんだ。ここもなんかフォトスポット的な感じなのかな。めっちゃカラフル。こっちも一応お土産屋さんだけは今の時間も入れるっぽいですね。はい、わさび。まあこういう感じね。思ったより辛くない。ちょっと甘い。結構空いてるか。あと意外とあれだね、こっち側で見ると駐車場すごいのか。
大室山、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 リフト乗り場。まあ、こうやって見るとめっちゃ急に見えるよね。でもまだガスが晴れてないからね、この景色は何も見えない可能性があるね、これは。すごい景色見えるかね、これ。まあ、とりあえず登ってみようかね。大室山リフト乗車口、浅間神社。鳥居もあるんだね、これ。まあ、とりあえず上まで登ってみようと思います。大人一人往復1,000円。今日は視界不良で全然見えないらしいけど、まあ記念にね。おお、でも結構すぐ高くなんね。こう見ると高いね、なかなか。上の方が何も見えない。真っ白なんですが、真っ白なんですが、そのままのポーズでカメラを見ててテンションが、2人は最高です。リフトで登って山頂に到着しました。いや、真っ白、何も見えん。これ本当だったら何が見えんだろうね。すごい、びっくりするぐらい何も見えない。すげえ、もう背景が全部真っ白だね。本当だったら富士山、富士山だったら見えんのかな。こっちのもう駐車場すら見えない。どっちなんだろう、この左側なのか、この鳥居の方行けばいいのか。すごい、これはこれでレアな景色かもしれません。このかすかに見える階段が神秘的だ。まあ、これはこれですごい光景だけど、すごい、リフトが霧の中に消えていく。まあ、ちょっと散歩したらもう次の場所だね。これはちょっと見えなすぎる。虫がすごいね、トンボとチョウとハチとアブと変なカメムシみたいなやつとかいっぱいいるね。うわ、下りながら怖いね。まあ、結構急じゃん。まあ、ある程度降りてくれば暑い。すごい、もうめっちゃ緑、この辺真緑って感じ。やっぱ伊豆に来たら絶対これを食べた方がいいですね。でこれほんと癖になるよね、めっちゃ辛いけど。これを買おう。いや、これね、思ってるより辛いんですよね。3粒までは余裕なんですけどね、5粒連続だともうシステマが必要ですね。5粒は鼻から吸って口から吐くをやめなければもう全然辛くない。これやめた瞬間めっちゃ辛い。久しぶりのお寿司でテンションが爆上がりです。とりあえず大好きなサーモンとネギトロをいただきます。あとはご当地メニューみたいな感じで地魚もあったのでいくつか注文しました。特にこの地アジがめちゃくちゃ美味しかったです。伊豆旅行に来たらぜひ立ち寄ってみてください。ネタが大きいのでね、食べ応えがあってめちゃくちゃ良かったんですけど、運転中眠くなったら大変なのでセーブしながら食べていきます。まあ、刺身定食とか海鮮丼もいいけど、やっぱ寿司いいね。
門脇灯台、門脇吊り橋が右、城ヶ崎海岸展望台、今いるのはここで、灯台の方行って吊り橋渡って城ヶ崎海岸の方行けんのか。こっちでも展望台あるの。いや、駐車場から近いっていいね。ここ最近の旅行はもう目的地がね、駐車場から800メートルとか1500メートルとかあったからしんどかったけど、今回の旅行はもうだいぶ足に優しいですね。あ、これ灯台？あ、すげえ、これ上登れんの。入場無料、ご利用時間9時から5時、高さは約17メートル85段。へえ、ちょっと、登ってみますか。灯台からの眺め、すげえ海青い。窓はどれも開いてないけど、蜂が入ってきちゃってる。人がいんのもシュールだな。こっちも行けんのかな。すごい。国立公園城ヶ崎。外国人観光客ですごい賑わっています。とりあえず私も奥まで進んでみようと思います。かなり奥まで進むことができましたが、道は険しいので注意が必要です。あんまりギリギリを攻めすぎると万が一こけた時に落下するので、この辺で記念撮影します。まるで世界の果てに来たかのような素晴らしい絶景です。後ろはもう水平線しか見えません。次は吊り橋の方も歩いてみようと思います。お、そしてついに門脇吊り橋に到着しました。ここやっぱ人気だね。門脇吊り橋がぶっちぎりで観光客が多かったです。門脇吊り橋、高さは23メートルで長さは48メートル。あ、でも全然揺れない。すごい頑丈だね。すげえ。お、でも揺れるわ揺れる。止まったら揺れるね。歩いてると分かんないけど。ちなみに城ヶ崎海岸は約4000年前の大室山の噴火で流れ出した溶岩によってできたみたいです。せっかくなので奥の方も歩いてみようと思います。うわー、ちょっと揺れるから怖いな、これ。結構なんかみんなあんな奥まで行くんだね。おお、こっから見るのもすごいね。崖っぷち感がすごいわ。まあ結構崖っぷちだねこれ。まあ普通に危ないねこれ。てかあそこのさ、あそこで釣りしてる人すごいよね。どうやって行ったのあれ。あれってどっから行ったんだろう。行けるこっから。すごくない。しかもなんか何人かでいると思ったら普通に一人。これすごい、ツバメの大群が。崖っぷちが映るの。城ヶ崎海岸初めて来たんですけど、めっちゃいい思い出になりました。いや、でも本当すごいね、独特な景色。スリルと絶景を味わいたい人はぜひ来てみてください。そしてこんな看板を発見しました。ストーリーが気になる方は一時停止して見てみてください。次は40キロほど運転して海から山に移動します。そして1時間ほど運転して浄蓮の滝に到着しました。駐車場から歩いて10分くらいだそうです。
サビソフト。あの甘いよ、普通にうまい、ただのうまいアイス。気になったのでついつい購入してしまいました。わさびソフト、普通に美味しいソフトクリームでした。意外と辛くはなかったです。常連の滝までは駐車場から歩いて何分くらいだろう、10分かかんない気がするけど、もうこっから音聞こえるんだよね。いや、滝までの道はもうずっと日陰だから涼しくていいね。ああ、こっから階段を下っていく感じですね。すごい景色だ。すごい水量だ。てかもうやばい、雨みたいにめっちゃ濡れる顔。すごい水しぶきがめっちゃ飛んでくる。台風みたいな感じだな。めっちゃ飛んでる。すげえ。そして滝の美しい絶景を眺めた後は近くのお店にあるわさび団子をいただきます。わさびの風味が結構したんですけれども辛くはなかったですね。なんか不思議な味でした。わさびの店、いやでもこれ涼しいから夏におすすめだね。ここは8月とかに来ても涼しそうだ。ちなみにこのでっかいわさび、サビちゃんっていうキャラクターだそうです。最後にお土産屋さんを見て次の場所に向かいます。わさびマヨネーズもめっちゃうまそう。そして次は一気に南へ進み伊豆急下田駅の方を目指します。そしてこの常連の滝から下田までのドライブがめちゃくちゃ景色良くて最高でした。途中にはループ橋っていうものがあってここがちょっと新鮮で楽しかったです。そしていよいよ下田市に突入しました。今日は下田市のホテルに泊まる予定なので近くにある飲食店を探してこちらのお店にやってきました。口コミ通り料理が美味しくて最高でした。揚げ出し豆腐、刺身、天ぷら盛り合わせ、どれも美味しかったです。天ぷらはこういう時しか食べないのですがやっぱエビの天ぷらってめちゃくちゃうまいですよね。ちなみにこちらのお店です。そしてすっかり日も暮れてきたので今夜泊まるホテルに向かいます。いつも旅行の時はサウナとか温泉とかで検索してサウナも温泉も両方ついてるホテルを選ぶんですけれども今回はなんとプールもついてます。しかもセルフロウリュもついてるのでなかなか楽しみです。今夜のホテルにチェックインします。今回のホテルの部屋は今までにない作りですね。すごい、それ住めそう。1階にサウナとプール、ナイトプールも入れるらしいですね。まあ、こっから海は、まあ、ギリギリ見えなくはないよねみたいな感じか。ということで温泉とサウナに入ってリフレッシュしてきます。バレルサウナ結構いいですね。セルフロウリュでめちゃくちゃ汗かけるし自分で調整できるっていうのがやっぱいいですよね。そして大自然の中の外気浴も最高だったのですが水風呂のところにゴキブリがいたのでちょっとビビってシャワーにしました。てな感じで2泊3日の伊豆旅行1日目は終了でございます。明日は朝一で下田市を観光しそのまま南伊豆、西伊豆と観光していきます。ぜひ次の動画もご覧ください。
高評価やチャンネル登録もしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。